それでは初級です。今回は曲1番まで、初級は1番まで歩きます。中級上級は全部でいきますので、まずは初級で足がかり頑張っていきましょう。そのまま4つ歩いて止めます。ここでストップ、4で止めます。1、2、3、4。止めてるときは左に体重をかけて右の膝軽く曲げます。1、2、3、4、5、6、7です。見ました？左足に体重をかけ右足を外に出しました。いきますよ、7です。1、2、3、4、5、6、7。4で止めるのを忘れないでください。もう一度、1、2、3、4、5、6、7。アームつけます。偶数で手を払う。1、2、3、4、5、6、7。 OK、 5、6で止めているところ、1、2、3、4、左、右、払う。首の V ゾーンに手を持っていきます。1、2、3、4、5、6、7。左手、右手、右手からでもいいですけどね。もう一度、1、2、3、4、5、6、7。外に出している足を後ろに引きました。歩きます。縦のステップタッチ、前に出している足をタップします。そして4ついく。1、2、3、前に4つ。もう1回、1、2、3、4。昔芸人さんいらっしゃいましたね、似てる動き。手のひらは内側です。もう一度頭から、1、2、3、4、5、6、7、8。はい、手首歩きます。手首を柔らかく中に入れてください。最初の動き、もう一度、これは1セットだけ使います。はい、後ろに行ってきて前に出ます。 OK、 歩きましょう。この続き、まだ行きます。次は右足を横に出して4カウント止めます。足を落として4カウント。もう一度、両手は肋骨です。腰じゃなくて肋骨に手を置いた方が足が長く見える。そして女子っぽい、 K-POP っぽいです。足を横に出してますが、手 OK、 肩、右肩です。上上上上ポーズ。足も止めません。踏みました。4、3、2、1。踏んで肩です。これは90度移動します。2セット。もう1回、 OK、 歩きましょう。これがさっきのに続いていきます。前に出ていったら肩だと覚えてください。頭から止めて7カウント目ね。前に出てきて足が横に出る準備、肩止めます。もう1回 OK です。歩きましょう。ここまでで1個、そして1セットだけ使います。次の動き、足を止めて頭、膝、お尻です。歩きましょう。屈伸しますが横から見せると 1、2、 下、お尻、 OK。 足止めてますがももをしっかり使います。下行ってアップしたら左足、右足、もう一回頭。体重は中心真ん中に持っていって出した足を引っ張ってきます。横に出てる足と反対の手が上から下。もう一回、これサミの前の動き。次の動きです。2回歩いて止めます。右足から1、2。もう一回いくよ。長く止めて足を閉じます。何したかというと、
1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、歩きます。数数えました。止めてましたが、お尻を入れます。見て、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、歩きますね。出している足の方向に骨盤を入れてください。お尻は前とか後ろではなくて、出している足の方に腹筋を使って入れます。いきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、歩きましょう。お尻は10回振ってます。そしてここ手をちょっと入れます。どうなるかというと、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、歩きます。ここまででサビの前です。ここからやってみましょうか。いきますね。せーの、手と足が反対、そしてオープンです。首の準備、歩きます。 OK。 あとはサビ一つだけ頑張っていきましょう。最初の動きと今やっていた動き、これは1セットずつしか使いません。この流れでサビが1回です。さあ、それでは右手を準備、右足も準備、手首外に置いてます。手のひらは床です。左手は胸です。それと同時にワン、ツー、歩きます。左手は胸から右手に合わせます。そして2周します。歩きます。両方白鳥のようにスッとね、いきますよ。2周、そしたら右の膝を軽く曲げます。歩きましょう。左の膝は伸ばして、お尻が後ろに出るようにします。正面から見るとよく分かりませんが、横から見たらセクシーポーズの感じ。はい、ここで左の膝を2回上がります。右足に体重がかかってるんで、そのままかけっぱなしで膝上げてください。サビです。2周やって、右の膝、そして左、 OK。 それでは手を入れていきます。左手をグー、右手で触ります。頭からサビ、パパ、ここさらに手首を入れました。左足と左手、ここは順当にいってください。サビいきます。さあ、もうちょっとで終わるよ。ポーズ、膝上がる、 OK。 足をオープン、次の動きに入ります。足をオープンしたまま、お尻を右から振ります。私、振っただけじゃなくて重心を変えました。右に移動しながら、左に移動しながら振りました。両手腰、重心を変えながら、難しかったら真ん中でもいいですが、右に移動しながら、左に移動しながら行きたいと思います。ここから行きます。サビ、パパパパ、膝上がるよ。そしてオープン、 OK。 もう一回行きましょう。もうそろそろ終わる。せーの、お尻、OK。 次の足、足をオープンして止めます。左から、右足から、1、2、1、2、そしたら1、2、引っ張ってきます。歩きましょう。2で出した足を引っ張りますよ。いきます。1、2、3、4、
1、2、3、4、歩く。いくぞ。2の足を引っ張ります。1、2、3、4、1、2、3、4。自分が思っているよりも大きく重心移動した方がやりやすいです。手も入りました。引っ張ってくるときに後ろに払います。踏んでる方に白鳥の顔いきました。あと1回いきましょう。せーの、ふっ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 。じゃあサビからいこうかな。サビ頭です。お尻が振られる、そして拍手をさらに入る。歩きます。最後は足を持ってきて終わりますよ。もう一回サビいきましょう。ラストです。グー、膝が上がる、お尻が拍手、ここで終わる。 OK、 歩きます。さあここまで、原曲は1番のここまでいきます。中級上級は最近も伝えた通り全部やりますが、大体のニュアンスは初級からつながってますので、ぜひ頑張ってレベルアップして上のレベルも来てくださいね。それではまず初級原曲いってください。 GO!